ジョン・ボイドは、アメリカ合衆国の戦闘機操縦士、航空戦術家、軍事著作家。1945年、ボイドは19歳でアメリカ陸軍に入隊し、航空軍に配属された。水泳教官として連合国軍占領下の日本への駐留を経験した後、1947年に除隊し、福音兵援護法を活用して、アイオワ大学に入学した。同大では予備役将校訓練課程に所属していたほか、また水泳部にも入部し、妻となるメアリ・ブルースとも出会っている。経済学の学士号を取得した後、1951年には ROTC に従ってアメリカ空軍に再入隊した。当時、アメリカ軍は朝鮮戦争を戦っており、入隊間もないボイドも朝鮮に派遣された。彼はここで F-86 の操縦士として22回の実戦出撃を経験した。この経験はボイドが後に草案した各種の理論の土台となった。終戦後にはアメリカ空軍戦闘機兵器学校において F-100 の教官を務めた。間もなくボイドは FWS において最も影響力のある空中戦戦術家と目されるようになった。学生機との模擬空戦において不利な位置から開始して40秒以内に位置を逆転させるとの賭けをたびたび行い、6年間3000時間に及ぶ戦闘訓練で無敗を誇った。このことから戦闘機教官としてのボイドには40秒ボイドというあだ名が新定された。1958年、彼はその戦議をまとめて空軍発のジェット戦闘機用空戦マニュアルとして航空攻撃研究を上梓した。同書は空中戦における軌道と対抗軌道の連続を初めて理論化したものであり、後の EM 理論の原型がすでに含まれていた。1961年、ボイドはジョージア工科大学に入校し、生産工学の学士号を取得した。彼はここで物理学と熱力学の2名の教授と出会い、多くの示唆を受けた。その後、不本意ながら、フロリダ州エグリン空軍基地で、機体整備に配置されたが、この期間中、ボイドは、後にエネルギー機動性理論として知られることになる、画期的な理論を草案した。これは、いわば熱力学の考え方を空戦理論に導入したものであり、要すれば、戦闘機の戦闘能力は、機体が有するエネルギー量によって決定されるというものであった。ボイドは同基地に勤務する文官であったトーマス・クリスティの協力を得てこの理論を検証し、外国技術センターのコンピュータにアクセスして、米機と仮想敵機の優劣について検討した。なお、このアクセスが無断で行われたため、後に発覚した際には一時重大な問題となった。1964年、ボイドとクリスティは EM 理論を完成させ、エグリン、ネリスなど様々な空軍基地や航空機メーカーでブリーフィングを行い、1964年末には戦術航空軍団司令官のスイーニー大将や空軍長官にもブリーフィングを行った。当時、アメリカ空軍は新戦闘機の開発に向けた準備作業に入っており、1965年4月にはコンセプト研究が開始された。しかし、ベトナム戦争と第三次中東戦争の戦訓、そして後に1967年にドモジェドボ空港で開かれた航空ショーでソ連空軍、防空軍の新鋭機としてミグ -23、ミグ -25 が公開されたことを受けて議論は紛糾していた。空軍参謀部はこの紛糾状態を収集する手法として、ボイドの EM 理論に着目し、1966年、ボイドは FX 運用要求策定チームに発令された。ボイドは自らの EM 理論を土台としたトレードオフ分析により、コンセプト研究を思い切って見直すこととした。このトレードオフ分析は、当時は理想的翼型とみなされていた。可変翼の棄却やエンジンのバイパス比からの再検討など非常に思い切ったものであり、この結果、機体重量は27トンから18トンに大幅に軽減された。これによって FX コンセプト研究の混沌状態は打破され、1968年9月、RFP が発出された。この FX 計画は、最終的には F-15 として結実することになった。しかしボイドは、このように見直された FX に対しても、なお不満を持っていた。その不満は、主に下記の2点であった。当時、国防総省や空軍には、ボイド以外にも、同様の危惧を抱く者が現れていた。その一人が、システム分析担当国防次官補室に勤める、ピア・スプレイであった。スプレイは、重量15から16トン級と、現行の FX より一回り、小さく、かつ EM 理論を徹底的に適用した戦闘機として、FXX と呼ばれる研究に着手した。FXX ははるかに安上がりなので、質のみならず、量においてもソビエト空軍、防空軍の戦闘機部隊を凌駕するという目的で構想された。空軍上層部は FXX 構想に興味は示したものの、仮にこれを採用した場合は、FX の調達を圧迫することが懸念されたことから、特に FX を支持する将官たちから強い反発を受けた。この結果、ボイドとスプレイは正面からの説得を諦め、地下活動に移行することとなった。間もなく、3人目の同志として、空軍省勤務の戦闘機、操縦試験航空工学技術者である、E・リッチオに大佐が加わり、これら3名は、戦闘機マフィアとして知られる一派のオピニオンリーダーとなった。ボイドをはじめとする戦闘機マフィアに対する政治的逆風は極めて強く、例えば戦闘機マフィアの頭目を辞任していたリッチオニ大佐は、ジョン・マイヤー空軍参謀次長に対して FXX の有用性を説いたために、1970年には在韓米軍に左遷される憂き目にあっている。このような逆風にもかかわらず、ボイド一派による説得工作が進められた。当時、海軍の艦上戦闘機として F-14 の配備が進められていたが、ボイドはこれもあまりに重く高すぎることから、必ずこれを代替ないし保管する機体が必要になると予測した上で、その種の機体に関する研究で海軍に先んじなければ、空軍は海軍の研究に基づく機体を押し付けられることになりかねないという論理を構築した。この論理はリッチオニ大佐によって正式に提案され、1969年空軍上層部は研究予算$149,000を承認した。研究はジェネラルダイナミクスとノースロップに打診され、予算はジェネラルダイナミクスに$49,000。ノースロップに$100,000が配分された。そして1971年頃には、当時国防副長官だったデビッド・パッカードが CL-1200 ランサーの売り込み先を探していたケリー・ジョンソンの助言によりこの計画に興味を持ったことから突破口が開かれ、先進技術の実証機として軽量戦闘機 FXX の開発計画を開始した。1972年1月6日には RFP が発出された。ただしこの時点では LWF 計画はあくまで実験的な計画であり、本当に装備化されるかどうか不透明であった。空軍上層部の中将たちは LWF 計画立ち上げの最終ブリーフィングの席上で戦闘機マフィアに対して決定的なノックアウトを与えることを目論んでいた。そしてブリーフィングが行われるはずであった当日、ボイドは将軍たちに対して、LWF を装備化する決定はすでに下された旨、国防長官からの伝言として伝達した。会場は大騒ぎとなり、戦闘機マフィアは干渉を収めた。1974年3月7日、ジェームズ・ R ・シュレシンジャー国防長官は、LWF 計画を空戦戦闘機計画に発展させ、全面開発に移ることを発表した。その後、LWF は NATO の同盟国向けとしても注目されるようになり、計画はさらに加速したが、その分、ボイドをはじめとする戦闘機マフィアに対する圧力は、幾何級数的に増大していくこととなった。ボイドは、軍事著作家としては珍しく、破壊と創造以外は、正規の書物ではなく主にスライドシートの形式をとって発表を行ってきた。その集大成とされるのが勝敗論で、これは327ページ、所要時間15時間の一大ブリーフィングに相当する。その中核となるのがオーダループとして有名な意思決定理論である。これはボイド自身も経験した朝鮮戦争の航空戦についての洞察を基盤にして、指揮官のあるべき意思決定プロセスをわかりやすく理論化したものである。すなわち、監視情勢判断意思決定から行動のサイクルを繰り返すことによって健全な意思決定を実現するというものであり、理論の名称はこれらの頭文字から命名されている。コリン・グレイはオーダループについてあらゆる領域で適用できる一般理論と評している。1975年、ボイドは退役し、以後13年間にわたって国防総省等へのコンサルタント業務に就くこととなった。彼は非常に質素な住居に住んでいたことから、月頭大佐とあだ名されていたにもかかわらず、ほぼ無償に等しい給与しか受け取らなかった。ボイドは退役後、孫武や宮本武蔵、カール・フォン・クラウゼビッツ、アントワーヌ・アンリ・ジョミニ、カール・マルクス、ウラジーミル・レーニン、毛沢東など著名な軍事著作家の著作や、古代から現代までの戦史について研鑽を重ねた。この成果として創出されたのが気略戦理論である。これは勝敗論において提唱されたオーダループ理論を中核として真心のコンセプトを導入した作戦術、戦術レベルの軍事理論であった。ボイドの気略戦理論の影響を受けたのは空軍よりはむしろアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊であった。ボイドは自らバージニア州のクアンティコ海兵隊基地に赴き、基礎課程で年に数回の講義を行った。1988年、アルフレッド・グレイ海兵隊総司令官は、ポール・バン・ライパー少将に対して、気略戦理論を再重視するよう指示した上で、海兵隊式幕僚大学教育部長を発令した。そして1990年には、この方針を踏襲して、海兵隊大学内に海兵隊大学校が創設された。1991年の湾岸戦争においては、ボイドの薫陶を受けた多くの将兵が、気略戦理論を実践に応用した。ボイドは晩年癌に侵され、闘病の末の1997年、70歳で死去した。ボイドは軍装の礼をもって、アーリントン国立墓地に葬られた。彼は、戦闘機マフィアと F-16 において見られたように、ジンギス・ボイドとあだ名される強情さをもって空軍の官僚機構と戦ったこともあり、空軍から出席したのは軍楽隊と騎乗兵、そして上層部から指示された命題役の中将1名のみであった。しかし海兵隊からは総司令官が弔電を送ったほか、多くの将兵が参列した。また、軍事著作家としてのボイドを尊敬した陸海軍将校も多くが参列した。ありがとうございます。